広島、田中康介選手が広島市内に住む30代一般人女性と不倫関係にあったことが、文春オンラインに報じられた。写真、長さん、もうやめましょう。新人を驚愕させた球会の番長張本勲夫の立ち回り。記事によると、関東遠征に出ていた9月18日に田中がこの女性と品川にある高級ホテルで宿泊したという。この報道が出る直前に、 田中は一軍登録を抹消されていた。負けが重なっていた広島が、低調を脱しようと図ったとも取れる。しかし、球団 OB は、その背景には懲罰の意味があるのではないかと語る。田中は、笹岡前監督時代は力が落ちたベテランとして二軍暮らしを命じられ、首寸前に追い込まれました。そこから荒井高弘監督に代わると、力を貸してほしい。 と扱いが変わり、今シーズンは開幕から一軍に帯同。出場66試合に止まり、代打など途中出場も多かったが、ベンチでは後輩たちに惜しみなくアドバイスを送るなど、チームの一員として貢献していた印象です。ところが、報道直前の9月20日に突然登録を抹消されて驚きました。その直後の不倫報道が出たから、チーム内では、 真面目な荒井監督の怒りを買ったのでは、懲罰的な広角と見る声が多く聞かれました。長いプロ野球の歴史を紐解けば、選手、監督、コーチの男女間トラブルは枚挙にいとまがないが、コンプライアンスが厳しくなった令和の時代になっても広島の下半身ジョージは突出している。コロナ禍直前の2020年春にはチームの主力、 菊池良介が一般女性との結婚を女性誌がスクープしました。ところが球団広報からは一切発表がなく、週刊誌に登場したのも球団ではなく顧問弁護士で、後に別の女性と交際でトラブルに発展していたことを別のネット媒体のインタビューで本人自ら謝罪する事態に発展しました。最近でも国母哲也コーチ、上本隆松本達也、 中村章星などの不倫、女性問題などが次々と報じられています。他球団の選手の間でもカープなら小物でもネタになるのかと笑い話になるほど狙い撃ちに合っています。どう前。